ユートピーのい箱です今回紹介するのはこちらです SH フィギュアーツの仮面ライダーイカづチでございますちょっと紹介が遅れて申し訳ないですねひたすら毎日眠かったんです嘘ですちょっと忙しかったんですじゃあ開けていきましょう はい、取り出しました。まず1個目ですね。この肩パッドがめちゃくちゃ取れやすいですね。<laughs> 腕上げた瞬間、パーンって吹き飛びましたね。多分ここのアーマーとこれがね、干渉するとね、パーンって吹き飛ぶので、ね、そこだけ注意かな。あとは、基本的に滅亡人雷系の素体を流用してるので、触った感じは親しみのある感じはしましたけども、アーマーはちゃんとイカづちになってますね。じゃあ細かく見ていこう。 はい、お顔はこんな感じでございます。左右対称のイカズチのマスクを再現してますね。オレンジのね、複眼とか模様はめっちゃ綺麗だね。一応、ドード絶命ライズキーを使ってるので、そのドードのくちばしっぽい感じをね、この中央の赤いところがになってるのかなって気がしますね。結構、ドードってくちばしがおっきいらしいんでね。絶滅してるんでね、見たことはないですけども。なかなかね、イケメンなイカズチのマスクを再現してると思います。この後ろから見た時のバンドもありますからね。胸 のアーマーはこのような感じになっておりまして、これは滅びとか陣とかに似たようなものになってますね。この柄、なんて言うんでしたっけシマコウ、シマコ線みたいな、なんかそういう名前があった気がするんですけど、まあ、その辺のね、造形も非常に細かくなってます。腹筋とかのこのね、独自なカラーリングね、再現してますね。ホワイトがすごく目立つデザインだよね。肩から 腕のアーマーはこのような感じですね。やっぱり全体的にね、ホワイトのカラーリングとかが特徴的だったりするし、黒いラインとかもなんかコードっぽくてね、ロボット感出てる気がするね。一応 AI だからロボットだしね。手首パーツはこの開き手首と、武器の持ち手首パーツが付属しております。で、足のラインはこのような感じで、アーマーは非常に細かいですね。バンドとかベルトの塗装とか造形も 結構ちゃんと再現してますね。本当に色数がね、意外と多いんだよね。背中のアーマーはこのような感じで、下に降りていくと、お尻でしょうで、太もも。で、ブーツの裏側はこんな感じだね。滅亡人雷フォースライザーには、堂々絶命ライズキーが装填されてますけども、相変わらず絵柄の再現はないです。 ただ、マークはあるっぽいですね。こんな感じで、マークだけは一応再現してますけども、ホースライザーに関してはね、ここ見えなくなっちゃうからちょっと微妙だよね。はい、比較していきましょう。左が SH フィギュアーズの仮面ライダー、滅びでございます。素体はやっぱり似てますけども、全体的な情報量がね、雷ちの方が多いんだよね。だから、なんとなくマッっブさがある気がするよね。力強い雰囲気があります。ただ、こうやって並べると、やっぱり同じようなアーマーのデザインしてるところもあるので、統一感 があるよねこれは滅亡人来で並べたら楽しいぞ。 はい、フィギュア,アーツの仮面ライダー、イカチ、細かいところまで見に行ったんですけども、全体的なクオリティは相変わらず01系のアーツはよくできてますね。特に抜かりはないのかなと思いますけどね、そんなにイカチを細かく見たことはないんですけども、イメージ通りっちゃイメージ通りですね。で、可動範囲なんですけども、首周りはよく動きますけども、肩を動かすときに一番最初に行ったんですけども、結構肩アーマーの干渉えげつなくて、ここのアーマーがポーンって飛んでいくので、そこだけ注意かなと思います。 でこれは滅亡人大系共通だと思うんですけども肘がねしっかり曲げることができずにこの90度ぐらいが限界って感じですそれ以外は腰とか開脚も問題なくできるのでちょっと肘が惜しいかなっていうぐらいである程度のアクションポーズは決められると思いますイカズチはね全体的にマッシブさがあるのですごくパワータイプな雰囲気あるよね変身してるねイカズチ兄貴も性格的な感じとか見た目的にもねかなり力強そうな感じがあるからね ただ使ってるのはドードっていうね雷とかは特に関係ない絶命ライズキーなんですけどもまあ絶滅してる動物としてはねドードも有名っちゃ有名だからそれでいいのかなと思いますけどね滅亡人類のうちねスコーピオンとファルコンに関しては絶滅してないからね4分の2は現存してる動物っていうのが面白いよね武器にはバルクサーベルと呼ばれるこのな何て言うんだろうな鳥の羽を模した剣がね付属しておりますこれは2個ついてますはいイカに専用武器であるバルクサーベルを 持たせてみましたてかそういう名前の武器なんだっていうのはね今日初めて知りましたけどもとりあえず1本だけ持たせてますけども結構でかいので迫力あるよねこれは1本だけでもねこのね目立ち用なので2本持たせるとなかなかボリューミーになりそうだよね今回イカがね滅亡人類の中で本体含めて結構情報量も多くてプレイバリュー高いんじゃないかなって思いますはい2本持たせてみましたけどもやっぱり迫力あるよねでかいよなちょっとねマジで こうやって浮かせると翼みたいな感じになるから飛べるんじゃないかなって気がしますよね飛べないと思いますけどもそしてイカズチめちゃくちゃかっこいいねあの触るとわかるんですけど僕はね滅亡人類の中では一番好きかもしんないよねヒロイックなね赤いーっていうのもありますけどももっと活躍ね見たいなとは思いますね初回登場なんてねマジでかませで終わっちゃった感じがあるから本当にもったいないなと思ったけども復活してよかったね この武器の注意点としては、ちょっと柄が太いのと、持ち手首の指が少し硬いっていうのがあるので、持たせづらさが若干あるかなと思いますね。柄が折れないように気をつけたいところではあります。それ以外はね、特に問題はないと思います。 もはやどっちが主役かわかんないですけども、アサルトウルフがね、初登場した時の最初の敵がね、仮面ライダー、イカチだったんだよね。それでもうね、すぐ退場しちゃった記憶がすごく鮮明に残ってて、アサルトウルフのね、強さが思う存分発揮されていた気がします。そんなイメージでやってますけども、やっぱりエフェクトパーツあった方がいいね。ただね、イカチが浮いてるだけになってるんで。てか、この時ってオーソライズバスターあったっけはい、ちょっとざっくりとね、滅亡人雷のフィギュアたちを並べてみましたね。4体ソロの だいぶかかったね多分滅びとか陣が発送されてからだいたい1年以上経ってると思うので本当に時間はかかってますけどもなかなか感慨深いよねまあ01自体がねまだ外伝作品を含めるとやってたりするんでリアルタイム感はねあったりするんだよねで残すところは仮面ライダー滅亡人雷が来るということでそれが来たら一旦滅亡人雷系は揃ってはないね アークスコーピオンがありましたね。大事なのを忘れてましたよ。アーク関連だとアーク0とかアーク1とかもね、まだまだ発売してないのでね、その辺も期待しておきましょう。滅亡人雷の順番で並べてみました。これはやってる人多いんじゃないかね。やっぱりこうやってずらってみるとね、統一感のあるデザインはしつつも個性はね、すごく出てるんじゃないかなって思います。すごくね、このジンのね、ピンク色めっちゃ目立ってるよね。てかあれか、もう滅亡人雷揃った時ってジンはもうこっち でしたよ、ね、まあそれでも人はめっちゃ派手だよね。てかこれじゃああれか滅亡人人来になっちゃう。アマゾン滅亡。滅亡人来ハート。 フィギュアーツのイカですけども、参考出品されてから多分1年ぐらいでね、発送されたっていう感じなので、割とスピード感はあったタイプかなと思います。あの時点でも割とね、完成されていた感じはするので、製品版もね、非常によくできていたと思います。扱いの注意点としてはさっき言った通り、肩アーマーが外れやすいのと、武器持たせるときにちょっと手首が硬いようぐらいなので、それ以外は特に問題はないかなと思います。情報量が多いんでね、僕はね、滅亡人来の4人の中では一番好きです。 そしてやっぱりね4人並べられるっていうことでもこのイカチはプレイバリューあるんじゃないかなって思います滅亡人内はもう揃ってこそだからねこれでけがねなく仮面ライダー滅亡人内の方を迎え入れることができそうですということで僕のチャンネルではこれ以外にも仮面ライダー系のフィギュアのレビューしておりますので是非チャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではゆうとぴでしたありがとうございます